ウィリー・デル・ヘスース・アイバー・マルケスは、ドミニカ共和国、ペラビア州、バニ出身の元プロ野球選手。右投げ両打ち。弟も同じくプロ野球選手のエリック・アイバー。2000年にロサンゼルス・ドジャースと契約を結び、プロ入りを果たした。2005年8月31日のシカゴ・カブス戦で、メジャーデビューを果たした。短い期間ながら打率。326、打点10。 三盗塁と結果を残した。シーズン終了時点で、肖像類種の候補者の一人であったが、ドジャースは肖像類種として、ビル・ミラーと契約した。また控えとして、ラモン・マルティネスと契約したため、アイバーの出場機会は失われた。さらに、アイバー自身もオープン戦で打率、216と結果を残すことができなかった。年月日、ミラーが、 膝の内視鏡手術で故障者リストに入ったことにより三類種として先発出場を果たした。2006年7月28日にダニス・バイスと共にウィルソン・ベテミットとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍。2007年4月15日、アイバーは故障した手の治療を無断で欠席したことによりアトランタブレーブスから3試合の出場停止処分を受けた。 さらに出場停止処分明けとなった4月18日にも無断欠場を行ったため、チームは無期限の出場停止処分を下した。結局8月4日に処分が解かれ 3A でプレーすることになった。しかし8月14日、シーズン絶望となる右手の負傷を負ってしまい、2007年はアイバーにとって失意の年となってしまった。2008年1月17日にジェフリー・ジウェイとの トレードで、ジェイス・フォンテインと共にタンパベイ・レーズへ移籍した。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。第2ラウンド進出をかけたオランダ戦では、同点で迎えた延長11回裏に、サヨナラ失策を犯し、チームの予選敗退を招いてしまった。シーズンでは一塁手、二塁手、三塁手のユーティリティとして、 初の100試合以上出場を果たし、本類打数と打点でも自己新記録をマークした。2010年は5月下旬に解雇されたパットバレルに、代わり対左の DH として起用され、得点圏打率280と勝負強さを発揮し、自己最多の打点を記録した。オフには年俸220万ドルの球団オプションが行使されなかったため FA となった。 2011年1月11日に独立リーグノースアメリカンリーグのエドモントンキャピタルズと契約を結んだがカナダ政府が滞在ビザの発行を許可しなかったため放出されたその後同じノースアメリカンリーグのユマデザートラッツと契約を結んでプレーした2012年はメキシカンリーグのシウダーデルカルメンドルフィンズでプレーした2013年は所属球団がなかった 2014年11月には2014年中央アメリカカリブ海競技大会の野球ドミニカ共和国代表に選出された。同大会で銅メダルを獲得した。2015年はメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。6月9日に自由契約となった。2015年6月12日にラグナカウボーイズと契約。7月11日に解雇となる。 ありがとうございます。